不正なカウンタ制御をしてた奴が罰せられた、というなら、今後は妥当になる？という、その確信とかは、ちょっと想像しにくい部分はある。カウンタ制御である限り、すべてが不正なのでは、そんなことも言うが。ユダヤ教の王？それはお金を支配した、そんな存在。想定したそれは、相当の独裁者だったはずだが今の状況はあまりに、その想像とはかけ離れた何か、ではある。大衆は神である、相手にはされてない。少なくとも今の話題で続く限り、普通には何を言ってるのかわからないだろうし、それに対しての対応も単に、大変ですね、くらいだと優しくてありがとうな、そんな状況ではある。もっとも、前任者？も、結論では似たような、そんな感じだった。気もする。信仰の結末は、果たしてどうなるものか。5000億円をスルーしうる、そんな。